クワガタとカブトムシを飼っているんですけれども、今11時前です。午前中11時前です。明るい時のクワガタとカブトがどうしているか観察してみたいと思います。わかりますか？昆虫ゼリーを与えているんですけれども、こちらにカブトのオスとメスがいるんですけれども、昨日洗ったんですけども、昆虫ゼリーは食べてますね。水も、この水も飲んでます。でティッシュを濡らしてちょっと置いて、もう2週間ぐらいいるんですけど、なんかいないようですけど、どこにいるのかなと。わかりますか？この牛の裏側に潜ってますね。このコクワガタはどうしてるか、これもこの辺に、わかりますか、潜ってしまってますね。明るい時はみんなこう寝てるようです。ではこれをちょっと起こしてみたいと思います。これがオスのカブトさんが出てきました。これにどきれないか。メスも眠ってます。ちょっとこれ、はい、夜中はブン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 飛んでるんですけれども、やっぱり眠いんですかね。全然明るい時は元気ないですね、はい、ではこちらのコクワガタどうしてるか。すごくあれなんです。毎天気でもう一匹いるんですけど、こちらにもう一匹いるんですけど、よっ、これもう2ヶ月近くいるんですけど、これあまり元気ないです。眠って元気がないですよね。これちょっとここが多分ちょっと大きいと思うんですけど、これ同じコクワガタでも結構大きさ違いますね。このカブトは小さいです。このカブトムシっていうのは背中叩くとこう跳ねるんですね。オスはこの子は特に跳ねます。カブトムシはすごく力強い。ここ2番目の角を持ちやすいです。噛まれると痛いです。いや、このくらいにしておきたい。ごめんなさいね。